にちは。こんにちは、ジャーナルスタンダードメンズのディレクターの松尾です。商品チームの溝口です。よろしくお願いします。お願いします。今日はダウンベストご紹介 YouTube ということで、ブランドが4つですね。まずノースフェイスのパープルレベルのダウンベスト、ダイワ、あとロッキーマウンテン、あとはジャーナルスタンダードオリジナルのラスカの4つご紹介させていただきます。はい、そうですね。まあ、なんで、まあ、ダウンベスト今回紹介させてもらうかというと、まあ、今期ね、ジャーナルスタンダードでももともと得意なアイテムにはしてたんですけど、まあ、久しぶりに今期、調子いいぞということでね、オリジナルあと仕入れで、まあ、4ブランド紹介させてもらうんですけど、ただ久しぶりな分なんか着こなしちょっと分かんねえよとかいういろいろ意見とか、まあ、今ちょっとねサイズもアップしてたり今のトレンドで合わせた、アイテムになっているので、まあ、そこら辺をちょっとね深掘りして本日お話しさせていただければいいかなと思ってます。よろしくお願いします。じゃあ一つ目はノースフェイスのパープルレーベルのダウンベスト、じゃじゃん、こちらですね。はい、じゃん。パープルレーベルはまあジャーナルサンダーでもずっと結構長いこと、ブランドできたぐらいからとかね、なんかいろいろコラボレーションのアイテム作ってきてるブランドですけど、マウンテンショートダウンっていうのを結構ずっとやり続けてきて、まあ好評いただいてはいるんですけど、今期新型としてこのダウンベストを展開させてもらったって感じですね。パープルレーベルダウンベスト初めてですか、ベッチュ？多分ジャーナルの中ででもやっぱ袖物のあのねダウンジャケットをよくやってたから、ベスト初めてじゃないかな、自分の記憶でもと思ってます。ダウンジャケットはね、もう筋張りのあるね653号っていうコットンとポリエステルの素材なんですけど、今回はねポリエステルのリップストップ素材のダウンベストです。昔の古着好きの方とかはね分かるデザインかなと思うんですけど、溝口さんも結構ね好きだったりするんですか？はい、好きです。80sチャタグみたいなところは ね、そうですよね、はい、その通りですね。そう、値段上がってますし ね昔のね、ノースのその80年代前半とか70年後半ぐらいチャタグの時のダウンベストを今にちょっとこうリバイバルしてジャーナルらしく展開したって感じ。ちょっと身幅は広くて丈もそんな、長すぎない感じ、ちょっと修正したりしてこうスピンドルでギュッと絞ればちょっと丸みのある感じのちょっと今っぽいデザインになったり、まあなんかね着こなしはいろいろしやすい感じかなとは思います。で、色目もこちらのグリーン、なんかねちょっと昔の往年っぽい感じですね、うん、このグリーン、ちょっと懐かしい感じのグリーン、うん、とこちらのなんかちょっとパープルがかったナスコンみたいなネイル、まあ安心感そうですね、あるテクパネブラック、この3色点ですね。それぞれに良さがある感じですけど、推しの色はどうですか？私こういうナスコンみたいなね、紫っぽいネイビーとか、いい紫っぽい、いいかなと思いますよね。今着てるようなね、寝るシャツとかに、うん、こういうデニムとかにラクレシャツ、今までね、黒に押され気味だったネイビーネイビーもちょっとね、復調兆しですもんね。そうですね、ばっかり水になるでしょ。あ、そう、パープルか、そう、袋の中にですね、はい、スタッフさんの中に収納できます。なので、まあ、この時期とかね、朝寒かったけど昼間いらないなみたいな時にこうコンパクトになるんで、それでカバンの中に入れたりとかね、また夜帰宅時にちょっと寒いなと思ったらまた出して着るとか、そんな使い方もできます。じゃあそろそろコーディネートの方、そうですね、行きましょう。はい、はい、ほいほい、ちょっと着ていきました、ね、ジャーナルスのプレスタバンです。いいじゃないですか、うん、パープルレーベル、都会的にジャーナルスタンダードの、まあ、今って考えるときにどこですか、エクアドルですか、エクアドル、南米、南米、南米ですね。こういう柄なものを都会的なものに合わせたらいいんじゃないかなと。ネイティブなとかハンドクラフト的な要素ね、ネイティブ、ハンドクラフトかけるアーバン、アーバンで、ちょっとそれを今っていうことでストリートにしてネイティブストリートです。ネイティブストリート、はい、顔もね、そんな感じです、ね、顔もはい、だいぶ荒れてますちょっと大ぶりな感じになってるから見頃もあって、やっぱちょっと昔っぽくはなくなるよね、はいはい、やっぱ今っぽさがやっぱ出てる感じになってるから。さっき松尾さん言ったみたいに、これスピンドルこう絞ってこういう丸み出すの、めっちゃいいっすね、うん、でちょっと止めて、まあ、わざとこう楽しんで、パンツもまあベージュグレー系なんで、コンクリートカラーで、ああ、ベージュな、都会的、
あ、ありがとうございます、はい、そこも拾ってます、都会的に。ジャスナニットとダウンベストを組み合わせると結構長いこと着れそうですよね、これから大丈夫でしょう、これ寒くもないですし、うん、丸めて邪魔にならないというコーディネートをプレスタマキをやってみました。ありがとうございます。また呼んでください。では次はダイワのダウンベストです。はい、ダイワのピア39、今回新製品ですね。このカラーのダウンベストっていうのはなかったので、この YouTube が上がる頃に発売開始になってるかなっていう商材になってます。まあ色がね、4色並ぶと結構パンチありますね。まあね、圧倒されますよね。これちょっとクラシカルな雰囲気のダウンベストになっていくかと思います。ダイワピア39の特徴ではあるんですけど、このサイズ感ですよね。まずは、うん、もう見た感じからしてもこの横幅すごいですよね。パープルレーベルも広く取ってましたけど、うん、全然こっちの方が全然レベルが違いますね。もともとねフィッシングウェアから来ているので、はい、それと、都会をシームレスにつなぐみたいな、ブランドコンセプトになっているので、それを街でどうかっこよく着るかみたいなことになっているんですけど、機能性ですよね。こうポケット後ろにも2つ付いてたり、ポケットめちゃくちゃ多いですよ ねポケットの中にもさらに小分けのポケット付いてますしね。中もすごいんですよね、うん、共通してジャケットとかね、そういったものも全部こういうポケットが何かしらインナーにもいろいろついてて、うんうん、まあそういうもうカバンいらずな感じかもしれないですよね。本来はこういうでっかいポケットでタックルケースを入れたりとかルアーとかああいうの入れたりとか、まあ元々そういうイメージから来てるんでしょうけど、今だったらね iPad くらい入りそうでしょうね。はい、入りますね。便利ですよね。はい、あとちょっとおもろい白いなと思ったのがここね、脇からね、珍しいですね、ハンドウォーマー的にポケットついてるんですよね。中もフリーズ、うん、そうなんですよ、だから本当にハンドウォーマーですよね、これね。釜も下がってるんで、そこからスポッと入れてもらう、ちょっと独特なデザインになります。これもこの柔らかい、ポリエステル系の素材使ってるんですけど、じゃんパッカになるっていう。まずはポケット数えてください、何個。1,2,9うわ、カバーいらんすね。これはいらんすね。9個ありました。はい、じゃあ次、着こなし行ってみましょうか。玉木さん、お願いします。はい、お願いします。はい、着てきました。着てきましたね。やっぱ大きいですね、サイズ。大きいんですよ、うん、ダウンベストにチェックシャツって王道。王道ですね、普通、うん、はい、でもこのダウンベストがもう普通じゃないんですよ、このサイズ感、はい、サイズ感にポケットに王道のチェックシャツを合わせてもいいんじゃないかと。なるほどね。でもシャツはまあ久々にこういうリブついて、うんうんうん、また一周回ってこれもまたいいんじゃないですかっていうのを上手に玉木が持ってきました。おお、はい、混ぜ込んだね、いいじゃない。でこうなので下に行くにつれこういう細めのパンツ、うん、今ワイドパンツ多いですけど、ね、あえてねすっきりして、はい、すっきりさせてローファーとか、ね、うん、いいね、バランス。ダイワって結構太いパンツで、はい、難しいですけどね。昔のネイルシャツとかデニムだとね、古臭いんですよ。ピチッとしてたもんね。そうです、それがやっぱ大きいだけでまたずっと新鮮やしね。クリエイトされてるね。気づいていただきましたか。クリエイトさせていただきまして、ちょっと可愛らしいよね、ここにポケット突っ込んでると。見えますか。いいね、いろんなベストセラーありますね。そうですね、ちょっと似て非なる感じでしたね。似て非なる感じです。はい、じゃあもう行っていいですか。はい、じゃあ次行きましょうか。失礼します。はい、じゃあ次はジャーナルスタンダードオリジナルのラスカダウンベスト。はい、じゃあ、じゃじゃん。ラスカのダウンベスト、うん、これも、まあ、ダイワとパープルレーベルと同じなんですけど、かなり久々登場ですね、うん、でこの生地のこういう軽量、超軽量のナイロンタフタでやるのは初めてですね、うん、なるほど。軽さと柔らかさみたいのは、まあ、やっぱり今気分なんでしょうね、みんな。そうですね、もちろんね、重いガシッとしたのもありますけど、気軽に着やすいですもんね。そうですね、うん、ちなみにラスカっていうのはジャーナルスタンダードのオリジナルの商標になってまして、はい、アラスカから取っ A を取ってラスカ。なるほど、そうでしたね。そうなんです。ダウンなんかではね、もうずっと販売させてもらってるんで、うん、はい、まあ、結構ご存知の方もね、いらっしゃるかもしれない。はい、超コスパがいいで有名なラスカですかね。2万2000円プラス消費税、2万4200円。
安いですね。中に入ってるのフィルパワー800ですから、ね、松尾さん分かってくれると思うんですけど、なかなかこの膨らみで、ね、業界パンパンってわけじゃないけど、ふわって膨らんでますもんね。そうですね、うん、それがね、シルエットに出て、うん、確かにいい感じですよね。その辺のフォルムがやっぱり丸みがあるように、うん、まあ、このラスカもちょっとゆったりしたサイズ感とか、裾を絞ったりみたいなのと、うん、特徴的な、似てるにはなってます、はい、あと色目っすよね。茶色っていうのか、グレーっていうのか、グレーなのか、うん、これマウンテンパーカーとかでも今一番売れてるいい色ラスカでね。そうなんですよ、はい、茶色もね、今季ジャーナルスタンド久々に押してる色ですもんね。そうですね、こういうブラウン系のものとは相性いいです。抜群にいいでしょうね、これね。エンジも独特な、うん、エンジですね。70年代中か、うん、これ社内の人めっちゃ高評価。イエローのね、マスタードっていうか最高っすね。あの芯のメイン、あとちょっと一色ないんですけど、ブラックもあって、5色展開です。ああ、ダウン量も少なくて、ディテールも割と削いでるんで、うん、インナーダウンとして結構使えたりするかもしれない。幅広く。寒くなってきたら、この上にコート。そうですね。ね、今だったらちょっとオーバーサイズのコートも多いから、うん、中に着てもいいよってことですね。はい、じゃあ、玉木さんに登場してもらいましょう。お願いします。お願いします。3体目。はい。ダウンベスト。はい。違ったスタイリングですね。いや、ニットシャツときまして、はい、スウェットを入れようかなと思ったんですけど、もう普通すぎたんで、ベロワおのこうジップでスポーツジャージ系、はい、こういうのを入れたスポーティーアイテム、はい、うん、でさりげなく色は拾ってみたんですよ。確かにね、足元はバラブーツ、ジャーナルエクスクルーシブ、そうですね、ランスを久々のこういうジャージを中に入れるっていうのはね、そのスポーティー感、うん、ジャージもちょっとトレンド感ありますね。はいはい、うん、ありますよ。同じ系で合わせてね、シンプルな中にもこうやっぱちょっと素材が光沢感あったり、はい、まあ、いろいろ素材入れてもなんか全然うまくまとまってるね。ありがとうございます、はい、上手。ああ嬉しいです。皆様もぜひこういう着方もトライしてみてもいいんではないでしょうか。はい、じゃあ時間があるので、じゃあ最後、はい、ロッキーマウンテンですね。はい、そうですね。ジャーナルね、結構ずっと我々も在籍長いんでずっと売ってきたアイテムかなとは思うんですけど、そうですね、ここ最近ね、お休みしてたんですよね。何年ぶりぐらいですか。多分5年ぐらい。5年ぐらい。は多分お休みしたのかな、このクリスティーベストっていう形なんですけど、ジャーナルもね25周年っていうことと、まあ、今のちょっとねこういうスタンダードのアイテムを回帰する中で、まあ、ぜひ展開したいなっていうので、待望の、はい、スペシャルベッチュ、ね、そうですね、見てもらったら分かるんですけどね、でかって感じですよね。今回サイジングというかサイズ展開を結構変えてまして、以前の時って結構やっぱサイズでいうと38とか36、40とかみたいな、うん、SML みたいなタイトに着るような感じね、うん、そうその、イメージがあったんですけど、わざわざそれを大きいサイズでも着てもらえるようにサイズ転換を変えまして、38、42、46っていう日本の一番転換で多分一番サイズ大きいのが46だと思うんですけど、まだピッチずらして転換します。で、まあ、38でもまあ多分170センチぐらいの方とかがまあそんなピチピチじゃなくて、まあ程よくで切れるぐらい、42になると多分僕ぐらい175なんですけど、それぐらいがまあある程度普通に切れるぐらいとかなので、まあ例えば僕がこれ46着てもちょっと大きめに着たいなと思ったら切れるし、まあサイジングをどうするかでどのサイズ選ぶかみたいな感じで、まあそこら辺はクリエイトしてくださいみたいな感じで、サイズをわざとこう広く取ったっていう感じで今回やらせてもらいました。クリスティーベストの特徴のこのムートレザーのこのヨークパールのドットボタン、色を決めたんですよね。そうですね、パーツ全部、まあ、まず最初にボディの色を決めて、じゃあそれにはやっぱこうちょっとトーン近いベージュっぽいレザーでしょう、うん、そしたらやっぱ襟はベージュのだね、裏地はちょっと少しコンタスクで茶色にしようとか、まあ、そこら辺をやったりして、ちょっと明るめのなんかオレンジっぽいブラウンね、少しね、ジャーナルさっきから何個も言ってるけどブラウンおすすめしてますからね。ジャーナルではブラウンっていう感じね、昔もあったんですけど、ブラウンの濃いめのレザーに変えて、ムートもちょっと茶色の濃いめにしてます。で裏はちょっとね紫系にして、ここで紫ですね、少しちょっとコンタクトつけた感じになるので、あとはまあ安定のブラック、オールブラックになってます。
我々みたいなね昔買える人にとってはちょっと新鮮にサイズとか含めて ねなるし今のね若い人とかで、ね、そもそも今の若い人たちは新鮮に見えるじゃないですか、ね、アイテム自体がですよね。じゃあこれ玉木さんに着てもらいましょうか。確かに今のロッキーの着こなしを、はい、ぜひ4体目ロッキーのコーディネート、はい、これ正解出たんじゃない。出ました。全然往年感ないじゃないですか、うん、まあ、ロッキーというのは我々の世代からしてしまいますと、ね、ちょ待てよちょ待てよとかアメカジって感じ。そうですよね。私ももう34になってシティボーイからシティオッサになりました。そうだね。私もまあ年は重ねていろいろ着方を考えた結果ですね、スウェット上下、うんうん、チャンピオンの、はい、でちょっとルーズソックスというか、うん、ストリートマンでジャーナルスタンダードのベストやって、ニューヨーク、スマホ触れる、ちょっと今っぽさを、ね、そこでも今っぽさ表現したそうなんですよ、スマホいじれるこれで10年以上前からあるよ。だってもう46って一番大きいサイズだから、あ、やっぱちょっとシルエットが変わってね、大きいじゃなく見えてくるから。そうですね。このちょっとルーズなね、スウェットの上下ともマッチしてますよね、はい、でスウェットなのにこういうティールとかもついてさりげなく入れたのもどうでしょうかっていう4体目でした。はい、じゃあね、4ブランド紹介いろいろさせてもらって、コーディネートも提案させてもらいましたが、どうだったでしょうかね。はい、いろいろなね、着こなし、あと長いことね、着れるっていう、10月から着れるし、3月ぐらいまで、うん、着こなし合わせて変えていけば着れるっていうアイテムなので、ね、はい、この YouTube 見てもらって参考にしてもらってね、あとお店でもね、お店のスタッフからいろいろ提案を受けると思うので、はい、参考にして着てもらえばいいかなと思います。はい、じゃあダウンベストの回でした。回でした、はい、アディオス。アディオス。